このね、ゾディアスのグラスのスピニングでぬぽっと吸い込んでくれました。やったぜ。おお、食った。よし、レンちゃん引き続きグラスだからぬぽっと刺さってくれました。よっしゃよっしゃ、来たよ、乗ったよ、一発で。これがね、乗っちゃうん。はい、ギズモとバス君。浮いてるバサッケ、あの木の下にね、ポカーンと浮いてるのがいる。ちょっといいサイズ。気づいた。行くぞ行くぞ行くぞ、食うぞ食うぞ。食ったかい。いやー、見えたね。ね、いいサイズなんだよ今日の中では。バレるねよ。ほいほい、よいしょ。ちょい太、ちょい太ですよ。やったー、丸飲み。はい、ナイスファイトのやつはくっぷり深く丸飲みしてくれました。ゾディアスのグラススピニングでヌポッと今日一。あ、引き続きね、まだまだ時間あるんで、いろんな釣りで狙っていきたいと思いますが、昼のこの時間虫が具合いいみたいです。じゃあちょっとね、サイズ測って逃がします。あー、でもこれで40ないんだね。30後半さんでした。ありがとう。いやー、見えバスにも効くね、ギズもね。一応ちょっと飲み込まれてたんで、またちゃんと結び直して、ちょっとこれずれるとね、ガードの位置がね、ちょっとずれちゃうんだよね。ガードちゃんと立たせて、ちゃんと結んで、ほい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 。こんな感じで見えてると楽なんだけどね。この木の下にいたね、ポカーンと休憩してた。